こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。海老蔵は大変なことになってるね。うん、そうだね。でも、歌舞伎でしか話題にならなかったら、それは、もう、海老蔵ではないよね。話題を提供し続けるのは、偉いよ。それは、そうかもね。こうやって、海老蔵が話題になることで、歌舞伎がスポットを浴びるようになるのはいいことなんじゃないの？そうだよね。そもそも、海老蔵は團十郎襲名が、コロナで伸び伸びになっちゃってるから、本当はそれで話題になっていて欲しかったよね。え、そうなの？うん、もともと海老蔵は、2020年に市川團十郎白猿を、襲名しようとしていたんだけれど、コロナで延期になっちゃってるんだよ。2020年前半に、團十郎を襲名して、その年の夏の東京オリンピック開会式に、出ようとしていたのかもしれないよね。なるほどねー。でも、それは、タイミングが悪かったねー。うん、そうだよね。襲名披露も何もかもが、延期になっちゃってるからねー。でも、市川團十郎白猿の、白猿って何？うん、二代目團十郎が俳名を、白猿と名乗っていたんだけれど、五代目が白猿を名乗ろうと、思った時に、人間に及ばない猿ということから、名人に及ばないという意味で、白猿に変えたんだよ。その話に感銘を受けて、海老蔵は團十郎を襲名するときは、市川團十郎白猿にするということにしたらしいよ。へぇ、海老蔵は首相じゃん。別に、海老蔵は、猿顔じゃないもんねー。猿顔だったら、むしろ名乗らないでしょ。でも、俳名って、歌舞伎役者なのに、俳名もあるの？うん、今の海老蔵のお父さん、十二代目市川團十郎も、白猿っていう俳名を持っていたんだよ。そうなんだー、市川團十郎は、みんな、俳句をする決まりになっているの？うん、別に決まりっていうことじゃないんだけれど、歌舞伎のアドリブは普通の現代語っていうわけにはいかないし。リズムも韻もあるから、俳句くらい私なんでいないと、なかなか、対応できないんだよ。なるほどねー。それに、江戸時代の歌舞伎役者っていうのは、俳人のネットワークを使っていたっていう話があるんだよ。俳人のネットワーク？うん、松尾芭蕉スパイ説って、聞いたことある？え、松尾芭蕉って、あの奥の細道の松尾芭蕉？うん、そうだね。三重県伊賀市出身ということもあって、松尾芭蕉は患者だったんじゃないか？とか、忍者だったんじゃないか？っていうスパイ説があるんだよ。え、俳人というのはよ、忍ぶ狩りの姿だったということ？うん、そうなんだよ。俳句を読みながら、各地を偵察していたんじゃないか？っていうことなんだよね。それは考えすぎなんじゃないの？まあ、そう言われるのも根拠があって、江戸時代の俳人って、少なからず、そういう隠密行動を、していた人が多いらしいんだよ。それで、俳人は全国各地に散らばっているから、そのネットワークは、侮れないものがあったんだよね。なるほどねー。そして、歌舞伎役者も権力に、近いところにいたり、疎まれて遠ざけられたりしながら、生き延びなくてはならなかったし。地方公演の開催とか、その移動とかで、全国に張り巡らされた俳人の、ネットワークを利用していたんじゃないかっていう話があるんだよ。そうなんだー。だから、代々、團十郎は俳句を、たしなんでいたということなのか。うん、まあ、この俳人のネットワーク云々の、話は、確たる証拠がないんだけれど、十二代目市川團十郎も、著書の中で、そういうことがあったかもしれないよね、くらいのことを書いているから、全くない話ではないと、思うんだよね。まあ、全くの城というわけではなさそうだね。うん、まあ、歌舞伎役者の名跡の中でも、最も権威のある、市川團十郎の言葉は重いよね。市川團十郎って、そんなにすごい名前なの？そや、歌舞伎界のトップオブトップだからね。初代團十郎は、江戸歌舞伎の創始者だし、歴代團十郎は名優揃いなんだよ。それに、歴代團十郎には、いろんな運命が降りかかってきて、その変遷が長年多くの、人を引きつける魅力もあるよね。歴代團十郎の周りには、そんなに、いろんな出来事があったの？うん、そうなんだよ。ということで、この動画では、市川團十郎についてさらっていくよ。
ゆっくりしていてね。そもそも、初代團十郎って、どんな人だったの？歴代團十郎の運命は、この初代團十郎が決めたのかもしれないよね。この初代團十郎は、舞台上で刺されて非業の最期を遂げているんだよ。え、何それ？初代が衝撃的な最期を迎えたせいか、この後の歴代團十郎もいろんな運命に翻弄されていくんだよね。それでも、團十郎は歌舞伎界最高の名跡だから、継いでいかなければならないことを宿命づけられているんだよ。うわぁ、それはすごい話だねー。そもそも、歌舞伎は1603年に、京都で出雲のお国が踊ったのが、発祥なんだよ。ああ、四条大橋のところに銅像があるよね。この頃、出雲のお国が演じていたのは、男装していろんな女の子と戯れるようなストーリーを、歌い踊る内容だったんだよ。それが、歌舞伎踊りと呼ばれて、すごい人気になっていたんだって。まんま、宝塚じゃん。そんなものかもしれないよね。それで、それに目をつけた女郎屋が、自分のところの遊女に歌舞伎踊りをさせるようになって、急速に全国に広がっていったんだよ。そして、10年くらいすると、各地で歌舞伎踊りが見られるようになっていったんだ。地下アイドルみたいだな。この頃は遊女に歌舞伎を、させていたから、遊女歌舞伎と言われていたんだけれど、大きい公演になると、名人の三味線が響き渡る中、5、60人の遊女が、舞台へ登場。虎野郎の毛皮を使ったゴージャスな舞台演出で、数万人ものお客さんを、集めたという記録もあるんだよ。それ、成功した地下アイドルが、ドーム公演を成功させたみたいな話じゃん。そうだよね。そして、遊女歌舞伎が出てくると今度は、寺院の役者が演じる歌舞伎、若衆歌舞伎というのも出てくるんだよ。今度はジャニーズじゃん。この頃は、男色文化もバリバリあった頃だし、BL 要素も満載のストーリーを、美少年たちが演じるということで、すごい人気になったんだよ。いろんな意味でも、ジャニーズそのまんまだねー。ところが、遊女歌舞伎とか、若衆歌舞伎が流行ってくるようになると、空気が乱れることを理由に、幕府が規制をかけて、自由に演じることが難しくなってくるんだ。いつの世も、お上が規制を、かけてくるのは、変わらないねー。人気の遊女や役者を、めぐって、身を持ち崩す武士が出てきたり、武士同士の喧嘩が絶えなかったんだって。その頃の武士の喧嘩って言ったら、刀を抜いちゃうから、幕府も規制せざるを得なかったんだと、思うんだよね。いつの時代も推しをめぐって、トラブルを起こすオタは変わらないねー。それで、今度は真っ当な歌舞伎を、やっていこうという動きが出てきて、初代市川團十郎が、荒事芸を演じて評判となって、江戸歌舞伎の基礎を築き上げるんだよ。荒事芸って何？超人的な力を持つ正義の、味方が登場して、魔法のようなイリュージョンで、悪人を退治する江戸歌舞伎独特の、スタイルなんだよ。わかりやすい完全懲悪の、ストーリーが万人受けして、ものすごい人気となったんだよね。ドラゴンボールとか、戦隊ヒーローみたいだねー。まさに、そんな感じだよね。それに、庶民が夢中になったんだ。それだったら、健全だし、幕府も規制がしづらいねー。それで、江戸歌舞伎は盛り上がったんだけれど、初代團十郎が、油の乗り切った45歳の時に、事件が起きるんだ。1704年3月24日の、市村座での公演中。舞台上で大見得を決めているところに、生島半六という役者が、楽屋から突然舞台に上がってきて、隠し持っていた刀で團十郎の、脇腹を刺したんだよ。うわぁ、犯人は身内だったのか。それで初代團十郎は亡くなってしまい、もちろん、生島半六はその場で捕まるんだけれど、結局、なんでそんなことをしたのか？その動機は、わからずじまいだったんだよ。捕まった生島半六も、わずか1ヶ月半後の4月3日に、牢獄の中で亡くなってしまったんだ。真相は闇の中か。それで、初代團十郎の息子、市川九蔵が二代目團十郎を、襲名することになるんだけれど、襲名当時、二代目は17歳。当然のことながら、力不足は否めず。かといって、お父さんが亡くなってしまったから、そのバックアップも受けられない状況だったんだよ。
それは、なかなか辛い状況だねー。そんな中、生島慎吾郎が二代目團十郎の、師匠となって、支えていくことになるんだよ。生島慎吾郎って誰？初代團十郎を指した生島半六の、師匠だよね。やっぱり、自分の弟子がしでかしたことに、負い目があったと思うんだよ。それで、生島慎吾郎は二代目團十郎の、後ろ盾となって、二代目團十郎を、影に日向に支えていくんだ。なるほどねー。でも、二代目團十郎自身も、努力の人で、芸事に打ち込んで、今でも名作と言われるスケロク、矢の音といった、歌舞伎の代表作を、作り上げるんだ。そして、二代目團十郎といったら、千両役者という言葉の、由来になったことでも有名だよね。え、そうなの？二代目團十郎が、役者で初めて千両稼いだことで、千両役者と言われるようになって、千両役者という言葉が、誕生したんだよ。そうだったんだ。落合の、1億円プレイヤーみたいなもんだね。そうだね。それと、二代目團十郎時代と、言ったら、なんと言っても江島生島事件だよね。江島生島事件？それ、生島博士関係ある？生島博士は関係ないよね。江島生島事件は、江戸城大奥お年寄りの、江島が山村座にて歌舞伎観劇を、江島は役者を茶屋に招いて、大宴会。あまりの楽しさに、江島は宴会に夢中になって、大奥の門限に遅れてしまった事件なんだよ。門限破りが、そんなに大事件になっちゃったの？問題になったのは門限破りというよりは、それだけ大奥が緩んでいるんじゃないか？ということが問題となったんだよ。なるほどねー。味の乱れは心の、乱れっていうもんねー。それと、天栄院と月光院の、大奥での権力闘争の、影響もあったんだよ。そっちが本当の理由じゃないの？まあ、そうなんだけれど、それで、この宴会に参加していた二代目團十郎の、師匠、生島慎吾郎は石田家の拷問にかけられてしまうんだよ。うわぁ、これ、よく見るやつだけれど、本当にやられたらたまったもんじゃないねー。それで、生島慎吾郎は三宅島に、島流しとなってしまうんだよ。そんなことがあったんだ。この江島生島事件は関係者約1400人が、処罰された大事件で、綱紀粛正がその目的だったから、この際、芝居小屋を全部潰してしまって、歌舞伎も上演できないようにしてしまおうという話も出たんだけれど、二代目團十郎が各方面に掛け合って、なんとか免れることに成功したっていう話もあるんだよ。まあ、師匠が捕まっちゃったし、二代目團十郎も必死だったんだろうね。そして、自分が團十郎を襲名した時に、苦労したことを教訓に、40代で自分の養子に三代目を継がせるんだよ。お、三代目團十郎誕生だね。ところが、この三代目團十郎が、22歳の若さで亡くなるんだ。え、いくら昔の話でも、22歳は若いでしょ。大阪遠征を、した時に病気になってしまって、そのまま亡くなってしまったらしいんだよね。初代に続いて、三代目の最後も衝撃的だねー。それで、今度は、二代目團十郎が二代目松本幸四郎を、養子にして、四代目團十郎を継がせることにするんだ。また、養子に継がせたのか。でも、この四代目團十郎は、芝居茶屋の子だったんだけれど、二代目團十郎の実子なんじゃないかって、いう話が根強くあるんだよ。二代目團十郎が外で作った子供を、旧知の芝居茶屋に預けたんじゃないかって、いう話なんだよね。隠し子か。まあ、実際のところはわからないけれどね。ただ、芝居茶屋の次男坊が松本幸四郎になっただけでもすごいのに。歌舞伎界の最高峰、市川團十郎を襲名したっていうのは、ものすごい出世話で、江戸ドリームとして、庶民の間で、すごく話題になったんだよ。なるほどねー。それと、この頃、歌舞伎が飽きられ始めてきた時期だったんだよ。それまでは、単純な勧善懲悪の、わかりやすいストーリーが人気だったんだけれど、人形浄瑠璃がしっかりとした世界観の奥深い筋の、話をやり始めて、そっちが人気になっていったんだよね。まあ、いつまでもワンパターンだと飽きられちゃうよね。
それで、四代目團十郎は、それまでのわかりやすいヒーローものから、少し路線変更を図って、ダークヒーローをやり始めたんだよ。まあ、デスノートとかバットマンの世界観だよね。なるほどねー。面白そうじゃん。しかも、それだったら、強いヒーローには変わりないから、うまいことできそうだよね。それと、四代目團十郎は私生活でも、話題を振りまいて、男色を好んだんだよ。それで、愛人に男色の茶屋を、やらせたりしていて、それも評判のお店だったんだよ。芸能人のお店の走りだねー。そして、晩年は実子の三代目幸四郎に、五代目團十郎に團十郎を、譲って、自らは松本幸四郎に、復帰したんだよ。引退後は、江戸深川木場の自宅で演技の、研究会を発足させて、後進の指導に注力したんだって。最後まで、演劇を追求していたんだねー。そして、そんな四代目の後を継いだ五代目團十郎は、東洲最写楽の絵で、有名だよね。ああ、これが五代目團十郎なのか。そうなんだよ。でも、五代目は、何かと精力的だった四代目にはかなわないと思っていたみたいで、襲名したのも海老蔵ではなく、海老蔵。本人も、親父は海老蔵を襲名したけど、俺は、海老は海老でも、雑魚海老の海老、と襲名の時に言っているくらいなんだよ。謙虚だねー。そして、最初に出てきた白猿の、話もこの五代目で、祖父の白猿の音だけを頂戴し、名人には毛が三本足らぬ俺は、白猿、って言っているんだよね。なるほどねー。それで、自分の子供には海老蔵を、襲名させて、この子が数えで13歳になると、六代目を譲って、自分は市川海老蔵となるんだよ。まあ、自分はつなぎの團十郎だと、思っていたんだろうねー。ところが、この六代目團十郎が、風をこじらせて22歳で、亡くなってしまうんだ。また、そんな若くして亡くなってしまったの？本当に團十郎には、悲運がつきまとうねー。うん、そうなんだよね。もう、この頃、五代目團十郎は引退していたんだけれど、仕方なく、市川白猿の名前で舞台復帰。孫に七代目團十郎を、継がせるんだよ。五代目は、なかなか、楽ができないねー。ところがこの七代目が大当たり、七代目團十郎は、市川家中高の祖とも、言われるようになるんだよ。そんなにすごい人だったの？うん、七代目團十郎の功績はなんと、言っても、歌舞伎十八番を制定したことだよね。歌舞伎十八番？歌舞伎十八番は、七代目團十郎が市川宗家の、お家芸として選定した、18個の歌舞伎演目なんだよ。スケロク、勧進帳、しばらく、矢の音、ういろうり、毛抜き、鳴る神、歌劇よ、不動、関羽、増引、七つ面、下脱、上成、茶柳、かまひげ、ふわ、押し戻しの18個の演目なんだよね。ああ、聞いたことがあるものも多いねー。この18個の演目には、台本も見つからなくて、話の筋が怪しいものもあったんだけれど、とりあえず、七代目團十郎は言っちゃったんだよ。見切り発車じゃん。うん、まあ、はったりみたいなものだったんだけれど、七代目團十郎が歌舞伎十八番を、発表したのは八代目團十郎襲名披露の時だったんだよ。八代目團十郎は、この時数えで10歳。今後を案じた七代目が、ドカンと打ち上げた花火みたいなものだったんだよね。なるほどねー。七代目團十郎やるじゃん。もちろん、歌舞伎十八番は江戸中の、話題を独占。今でも、十八番、お箱っていう言葉が残っているくらいだからね。これで、歌舞伎の人気演目を市川宗家が、独占することに成功。名実ともに、市川宗家が江戸歌舞伎の、最高権威となるんだよ。歌舞伎十八番の演目は、市川宗家でないと演じられないの？いや、そういうわけではないけれど、歌舞伎十八番を制定したのが、七代目團十郎だから、他の人が演じても市川宗家のものを、演じているという風に見えちゃうんだよ。ああ、なるほどねー。改めて、七代目團十郎は、すごいなー。八代目團十郎の襲名にも、成功して、順風満帆の七代目團十郎は、五代目市川海老蔵を襲名。二人の愛人と一緒に、豪邸に住んで、人気役者らしい派手な暮らしをしていたんだ。
ところが、麹島大志で、とんでもないことに巻き込まれるんだよ。え、何が起こったの？天保13年、1842年、天保の改革の嵐が、吹き荒れる中で、五代目市川海老蔵となっていた七代目團十郎は、幕府から江戸追放の処分を、受けるんだよ。江戸追放？江戸から追い出されちゃったの？うん、豪華な生活が奢侈禁止令に、触れたということなんだけれど、幕府としては罪状はどうでもよくて、江戸歌舞伎の宗家として江戸っ子の、誰もが認める、あの團十郎を手厳しく、処罰することで、天保の改革への本気度を、江戸中にまで知らしめることにあったんだよ。完全に見せしめじゃん。うん、そうだよね。それで、江戸から追い出された七代目團十郎は成田三神将寺の、延命院に蟄居して、成田屋七左衛門と改名。それからは、各地を転々として、旅回り芝居の舞台に立ったんだ。地方の人にしてみれば、團十郎がやってくるわけだから、たまらないねー。その後、江戸追放も解けて江戸に戻るんだけれど、還暦を迎えた後、また、團十郎に悲劇が起こるんだ。順調だった八代目團十郎が、大阪の旅館で亡くなってしまうんだよ。32歳の若さだったんだ。え、その若さで亡くなっちゃったの？また、病気？うん、それが、切腹しちゃったらしいんだよ。自ら、命を絶ってしまったのか。そうなんだよね。それから、しばらく、團十郎の名前は誰も、名乗らない時代が続くんだ。そして、八代目團十郎が亡くなってから20年後、七代目團十郎の五男が、九代目團十郎を襲名。この九代目の時代は、明治維新の時代に重なったこともあって、歌舞伎の近代化を進めた人と、言われているんだよ。まあ、そういう時代だったんだね。うん、歌舞伎の近代化を図って、伝統的な江戸歌舞伎の荒ごと芸を、整理して多くの型を決めて、歌舞伎を下世話な町民の、娯楽から日本文化を代表する高尚な芸術の、域にまで高めることに尽力したんだよ。その数多い功績から、激盛と言われているんだよ。激盛はすごいねー。ただ、この九代目團十郎は男の子に、恵まれなかったんだよね。そこで、早くから天才と呼ばれて、その資質を見せていた五代目市川新蔵を、養子にして、十代目を継がせることを、見据えて、英才教育を施していたんだよ。市川新蔵が出てくると、客席からも、十代目、の掛け声がかかるほどだったんだって。後継者の育成も準備万端じゃん。ところが、この市川新蔵が病気になってしまって、片目を失明。眼帯をかけながら舞台を、務めていたんだけれど、37歳で亡くなってしまったんだ。また、その若さで亡くなってしまったの？うん、そうなんだよ。結局、その後、九代目團十郎は後継者について、何もすることができず、1903年にこの世を、去ってしまうんだ。團十郎の名跡は、どうなっちゃうの？うん、結局、團十郎の名跡が、復活するのは、九代目團十郎が亡くなってから約60年後の1962年。七代目松本幸四郎の長男で、市川宗家に養子に入っていた九代目市川海老蔵が、11代目市川團十郎を、襲名するんだよ。11代目？10代目は飛ばしちゃったの？うん、10代目は、11代目のお父さんで、九代目の娘婿だった市川三将に、追贈という形を、取ったんだ。10代目となった市川三将は、もう亡くなっていたんだけれど、約60年ぶりの大名跡復活ということで、当時の関係者が策を、凝らしたんだと思うんだよね。なるほどねー。11代目團十郎は、海老蔵時代、花の海老様として空前の、歌舞伎ブームを巻き起こした花形役者だったんだ。だから、11代目團十郎襲名で、さらなる飛躍が期待されたんだよね。それで、どうだったの？團十郎襲名後も、すごい人気だったの？うん、ところが、團十郎襲名からわずか、3年半後の1965年、56歳の時に胃がんで、亡くなってしまうんだ。たった3年半で亡くなってしまったの？うん、そうなんだよ。これで、また、團十郎の名前は宙に、浮いてしまって、ここから20年の團十郎空白時代が、
続くことになるんだよ。團十郎を襲名する人に、次から次へと悲劇が降りかかるのは、團十郎という名前には、何かがあるのかもしれないよね。そうだよね。そして、11代目が亡くなってから20年後の1985年に、團十郎を襲名した12代目も、2004年に白血病を発症。闘病の後、復帰したものの、晩年は闘病生活を余儀なくされたよね。12代目もそんなことがあったのか。そして、2013年に12代目が亡くなった後、2020年に13代目襲名を控えていたんだけれど、コロナの件で襲名延期になっているのは、最初に言った通りだよね。そう言われると、13代目の襲名延期も、團十郎の名跡に何か、不思議な力があるからなんじゃないかって思っちゃうよね。歴代團十郎は、若くして亡くなったり、非業の最後を遂げる人が、多かったもんね。13代目も襲名を、やめた方がいいんじゃないの？でも、やっぱり市川團十郎は歌舞伎界最高峰の、名跡だから、継がないというわけにはいかないんだよ。それをすべて分かった上で、襲名しようと言うんだから、13代目市川團十郎が、誕生した暁には、応援したいよね。そうだね。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。